海兵空地任務部隊は、アメリカ海兵隊が編成する任務部隊の種類。海兵隊の地上部隊及び航空団の双方から、相当の戦闘力を参加させ、戦闘行動や訓練のために変組される。第二次世界大戦において、アメリカ海兵隊は諸兵科連合、特に地上部隊と航空部隊の緊密な連携によって、成功を収めた。この成功を受けて、 空地連携がさらに推し進められることになり、1947年に制定された国家安全保障法では海兵隊部隊の編成内に航空部隊が含まれることが明記された。そして1952年、アメリカ合衆国議会は海兵隊の航空部隊、地上部隊の統合の推進を打ち出した。これを受けて、1954年海兵隊総司令官は、 海兵空地任務部隊コンセプトを打ち出して、大西洋艦隊海兵軍において実験的に、第二海兵空地任務部隊が編成された。同年4月には、早速上陸戦演習において実験が行われた、ほか、以後も、当時発達しつつあったヘリボーン戦術の活用をも組み込んで、演習での実験が重ねられた。これらの検討を経て、 1963年12月、海兵隊たち3120.3が発されて、マグットフの編成が正式に定められた。マグットフの特徴は、近郊が取れた陸、空の戦力及び兵艦支援能力を備えた部隊を、自己完結型のパッケージとして組織している点にある。危機の性格や敵の軍事力に応じて様々な規模のマグットフが、 編成されるが、小さなマグットフを集めて、大きなマグットフを編成するわけではないことも特徴的である。マグットフの4つの構成要素をマグットフは、下記の4種類の部隊単位から構成される。上記の通り、マグットフは様々な規模で編成されるが、いずれもそれぞれの規模に応じて、これら4つの構成要素を備え、有機的に結合されるとともに、 迅速に派遣できる体制が整っている。古典的には、下記の3つの規模のマグットフが常設されてきた。このうち、メウのうちいくつかは、海軍の揚陸艦部隊とともに、両用速応軍や、遠征打撃軍を編成して、常時洋上待機状態にある。またこのほかこれらの枠にとらわれない部隊として、特別目的海兵空地任務部隊がある。これは、 特殊作戦や特殊任務などのほか、特定地域における演習や特定の任務を実施するために変訴される。なおベトナム戦争の時期のアメリカ海兵隊は、現地住民の感情に配慮して第一次、インドシナ戦争の際のフランス極東遠征軍との差別化を図るため、マグットフを含む部隊名の遠征を両用と呼び換えるようにしており、例えば海兵遠征部隊も、 海兵療養部隊と称されていたが、1987年に、グレー大将が海兵隊総司令官に着任すると、いずれも、遠征に戻された。海兵遠征軍海兵遠征旅団、海兵遠征部隊特別目的海兵空地任務、部隊。ありがとうございます。